それではですね、はい、ワールドタイム始まったんですけど、はい、よ、始まりましたね、はい、今ですね、はい、千葉駅に千葉駅来まして、自分ほんの数年前までの知ってる千葉駅じゃ今なくなってるんで、ああ、なるほどね。主流でもある千葉駅をそういえば特集してなかった。そうだね、思いました。なんで今までやんなかったんだろうねぐらい。いや、うん、実は理由がちゃんとあったんですよ。はいはい、やっぱりリニューアル工事をずっとしてたんで。ああ、そうか、つい最近、うん、やっぱ千葉駅がめちゃくちゃ新しく進化したので、うんうんうん、まあせっかくなんでね、その新しくなった時にやろうかなと。はいはいはい、それまでね、はい、今日はですね、千葉都市モノレールで、はい、途中下車ぶらり旅をしようかな。はいはい、楽しそうだね。いいね、行こう行こう。それではね、ちょっと千葉駅をさらっと見ていただいて、今多分映像で流れてると思うので、はい、はい、多分今僕たちが喋ってるのにも合わせて、多分もう映像でも多分千葉駅がガーンで流れてると思うので、なんでこれから千葉都市モノレール乗ってですね、まあ、途中下車ぶらりの旅をやってもらおうかなと思いまして、ですね、千葉都市モノレール、はい、それではじゃあ、ワールドタイムはご覧のスポンサーとその他のスポンサーはいません。以前ね、ワールドタイム のトリビア、プレイリードッグがやってるね、トリビアでね、千葉都市モノレールのことちょっと特集したことがあるんだけど、まずね、ギネス世界記録のね、この懸垂型のモノレールのね、営業距離世界最長なんですね。それが 15.2km、 これ2001年ね、6月27日に認定されてます。とってもかっこよくてね、30周年を迎えてますので、ぜひとも、なかなかね、乗ることができないと思うんでね、千葉駅来たらね、ぜひモノレールでね、途中下車のぶらりの旅をおすすめします ね。アニメとコラボしているフリーキップが今販売されてるそうなので、これで今ですとね、平日10時から18時の間のフリーキップ、これでね、乗り放題になるそうなんでね、これ使ってね、行きたいと思います。特別史跡だったんだね。特別史跡、千葉市の縄文遺跡、カソリ貝塚千葉市。これ行く価値あるよ、これは。はい、桜木降りて小倉台の間にあるカソリ貝塚に向かいます。貝塚とは、日本は縄文時代の頃、当時の人々が捨てた貝殻が積み重なったもの。全国に約2400箇所ある貝塚の中で、千葉県のカソリ貝塚は村貝塚として、日本最大級の遺跡のため、特別史跡にされている。カソリ貝塚をしのぐ貝塚は国内では今のところ存在してないそうです。はい、着きました。これが、着きました。国指定史跡、カソリ貝塚。見てください。この愛くるしい姿。ね、ここから桜木駅からね、徒歩5、6分ぐらいに着きました。15分ぐらいかかったよ、これ。これ凝ってるね。すごい凝ってる。水飲み場がね、縄文土器みたいな感じになってる。体験のね、発掘広場で、発掘を体験できるところもある、ね。土器縄文ラボ。土器土器をかけてるね。すげえ。土器土器縄文ラボ。土器土器。あ、なんかすごいね。うまいね、これ作ってんの。今ここにいるんだよね。さっきのさ、断面図が見えるやつってどこ。あ、ここさ、これ集落とか、これ結構面白い、面白そうだよね。かわいい、すげえかわいいんだけど、こいつ今多分、何これ、あ、カソリ貝塚 PR 大使だって。カソリーノ、こいつ超かわいいよ。ようこそ縄文の世界へ。
あの日本全国のさ貝塚がどこにあるのかってやつ記されてるぜ、ね、で千葉県が圧倒的に多いくない？確かに僕はもう密集してるね。そう、なんか九州とかもね、九州とかもちょいちょいあるんだけど、北海道なんか全然ないよ。そうね、北海道とかね、もっといっぱいあるイメージなんだけどね。あと東北の方にもね、うん、あのちょっと密集してるところがあるんだけど、千葉県は貝塚都市ですよ。ああすごい、昭和天皇の方もね、ご視察にいらっしゃってるんだもんね。だからこんだけやっぱ貝塚あると、あの千葉県もさ、やっぱり納得いくよね。やっぱりね、あのそういう縄文時代になってたやつとか、そう土地とかあるじゃない、これがそのまま残ってる感じがやっぱすごいな。千葉県はやっぱりなんかね、何万年の昔からね、結構パワースポット的なものになんか恵まれてるんじゃないかな。貝塚電池よ。